はい、お集まりいただきありがとうございます。資料ですけども、パーテックのページにも URL がありますけれども、こちらですね、ここの URL に置いてありますので、ご覧ください。どちらでいいでしょうか。まあ、パーテックにありますので、パーテックから行ってください。はい、それではですね、プログラマーのための、数学勉強会第1回というものを、開始したいと思います。初回の自己紹介しますけれども、中村と、言います。東京大学の、情報理工学系研究科のですね、コンピューター学専攻というところで、まあ、言語処理系の、なんか、まあ、興味がありますということですね。よろしくお願いいたします。で社事ですけども、今回は、まあ、80人だかな70人だか来たんですかね、こんだけの人数を収容できる、会場をですね、提供していただき、いただいています、ワークスアプリケーション様にですね、この場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。この資料ですが、さっき書いた URL に置いてあります。SVG を使っています。SVG に対応したブラウザーで、見てください。まあ、大体新しいブラウザは大丈夫だと思います。 SVG というのは、グラフィックス、あのベクトル形式のグラフィックスのフォーマットですけども、で、まあ、あの、まあ、内容の誤りとかですね、あったら、まあ、Twitter かもしくは、まあ、そこのメールまで、ご連絡ください。はい、ということで、始めたいと思います。第1回は、イントロダクション、です。まずですね、勉強会開催の動機について説明したいと思うんですが、まあ、皆さんも分かってるから来ると思うんですけど、難しいことをやろうとするとですね、数学がどうしても必要になるという場面が、多々、あると、思います。で、特にですね、大学の 1,2 年時に、まあ、微積分学、まあ、微積分というよりは解析学と呼ばれますね。それから線形代数学、それから確率統計学は、まあ、それぞれ必修、もしくは準必修で絶対やれということに、なっているはずですね。で、特に、まあ、この前者2つは、まあ、演習の時間までこうたっぷり確保されてですね、何としても身につけろというふうにこう、言われるわけですね。まあ、重要なのはなんとなく予想できるわけです。例えばですね、まあ、最近流行ってるんですかね、パターン認識と機械学習というやつですね、まあ、実はこれの勉強会やってくださいという声がまあ結構あったんですよね。で、まあ無理ですと、前書きを読んでください、本書を理解するのにパターン認識や機械学習についてあらかじめ何もしなくてもよいが、多変数の微積分や基礎的な線形代数についての知識は必須であるというふうに書いてあります。ここら辺の知識がない人は読んでも何が書いてるかわからないという状態になる。で、また確率について精通していれば本書の理解に役立つ、まあ、この本は確率についてかなり詳しくですね、一冊目説明しているんですけども、かなりレベルが高くてですね、前提知識がないととても読めたものじゃないと。まあ、この勉強会を開催したらですね、本題じゃなくて数学の話ばっかりずっとすることになって、それはちょっとあれだろうということで、どうせなら、この微積分と線形代数と確率統計をやっちゃおうということで、この勉強会を開催しました。別にこの勉強会の後にこの本をやるなんて話ではないので、ご確認しないでください。やる予定はありません。やるかもしれません、分かりません。はい、勉強会の趣旨ですが、非常に初歩的なところから始めます。微積分学、線形代数学、確率統計学の講義形式で行います。で、まあ、一応ですね、プログラマーのためのというふうにつけてますけども、まあ、計算機を活用しましょうということで、数値アルゴリズムですね、数値計算のアルゴリズムの紹介も、したいと思います。特にですね、言語は別に何でもいいです。まあ、配列があってフォーループがあってフローティングポイントがあれば何でもいいです。お好きな言語で、別に
フォーループじゃなくて、まあ、サイキーがいいとか言うとは、まあ、それでもいいですけども、まあ、なんかあの配列とループがあればいいです。なんか用意してください。まあ、サンプルコードは今日はないですけども、来週以降は、まあ、多分、まあ、Python になるかなと思いますが、別に大したあの、あの言語の機能を使えませんので、あの何でも分かると思います。もう配列ぐらいしか使わないですから。で、まあ、あらかじめお断りなんですけども、まあ、数値計算という、ね、応用を意識していることと、あとは時間がですね、ちょっとかなりない、わけですので、基礎的な話題ですね、これは、まあ、省略したりですね、簡単に紹介するあの形になるかなと思います。まあ、基礎的な話題というのは、まあ、例えば実数の性質、微積分やるときは実数の性質でやっぱり、まあ、出てくるわけですけど、それを全部話したら、まあ、あのちょっとキリがないということですね、まあ、とか、そういったことは、まあ、省略したりするかもしれません。まあ、ただし、まあ、あの数値計算を意識するので、まあ、あの例えば線形代数の、まあ、例えばジョルダン標準形とか、まあ、学校の授業では省略されちゃうかもしれませんけども、あれがないと、まあ、数値計算とかやってらんないので、そういうのは省略あの紹介したりとか、まあ、そんな感じでちょっと数値計算を意識したですね、内容にします。でそれから、まあ、できるだけ具体的なですね、応用例を紹介していきたいと思いますけども、別に私はどれの専門家でもないですので、まあ、教科書レベルの、あのお話しか、まあ、できませんので、あまり詳しいところ突っ込まれるとちょっと答えられないかなと、思います。むしろ詳しい方はあの補足をしていただけるととてもありがたいかなと、思います。で、参考書ですね、あの演習ぜひやってください。演習しないとですね、数学の力は身につけませんけども、はい、じゃあ今から20分ねとかってやりませんので、自分でですね、あのやってください。で良い参考書とか演習書っていうのも一概にこれがいいとはあの言えませんね。難しいです。あの、中級者レベルの人は自分で選べるはずですね。あの初心者の人は、まあ、なんかいろんなシリーズがあるので、ここら辺で良さげなのを、まあ、手に取ってみてですね、解説が丁寧だと、演習問題がたくさんあって解説が丁寧だというのを、まあ、選んでいただければ、まあ、いいかなと、思います。まあ、上級者はあまり読んでも楽しくないかもしれないですね。まあ、あのいずれにせよ皆さん、あのなんかぜひやってみて、ください。はい。で、ここまで何か質問ありますか？質問はあの途中でどんどん中断あの遮ってしていただいて構いませんの ですか、ね。挙手というか、まあ、あのしてくださいですか。はい。で、本日の内容ですが、あのここからやりましょう。あのそもそもですね、数学でどう使うのというレベルで、わからないと、中高の時にですね、この先生きてて数学使うんですかとこう先生に聞いたことがある人もまあいるかもしれないんですが、そのレベルのままの人ももしかしたらいるかもしれないということですね。数学とですね、現実の問題がどのように結びつくかというところから、話をしようかなと、思います。まあ、ということで、細かい理論には立ち入らずですね、雰囲気を感じてもらうと、数学を勉強するとこんなことができて、微積分とか線形代数はあこんなことをしたい学問だなんだという、まあ、そういう雰囲気が分かっていただければ、いいです。あ、すいません、最後の一行はちょっと消去、時間がちょっとなさそうなのでこれは来週に回します。不動小数点の数の話は来週、やります。はい。ということで、数学はどう使われるかですね。まあ、数学はですね、理学、工学、サイエンス、エンジニアリングの分野でですね、共通言語として使われます。物事をですね、正確に記述して、正確に人に伝えてですね、正確に分析する、そういったことのために、数学は必須であります。この分野で行われるですね、ありとあらゆることに数学が関わってくるんですけど、ありとあらゆることってまあ何だろうということですね。あ、ありとあらゆること、あ、今日これいらないや、こっちで。すいません、まあ、いろんなことするんですよね、理学工学分野でいろんなことするんですけど、何するかっていうと、まあ、
理学工学の問題に取り組む際のプロセスとかっていうのは、まあ、大体大学1年の1学期に教わると思うんですけど、現象の観察をしなさい、ね、観察して仮説立てなさい、仮説立てたら実験しなさいと、で実験したら評価しなさいと言われたわけですね。これはまあ理学サイエンスの基本的なプロセスですよね。で、まあ、その後まあエンジニアリングのレベルであると、まあ、理論がすでにあってそれに基づいて何らかの計画を立てる、もしくは何らかの設計を行う、機械の設計をするとかですね、さあのおかあの会社をこう運営するときにお金をどこにどう使うかっていうプランを立てる、まあ、計画立てたり設計したりと、こういうところで、数学使う。大げさだなと思ったかもしれません。仮説なんか立てたことないと、思うかもしれませんが、何かをよく調べたい、改善したいという際にはですね、こういったプロセスがどうしても生じます。例えばですね、商品を何か売ってると、商品 A を売ってる、売り上げを改善したいと、どうやって改善するかということを考えたい、もちろん最も効率よく改善したいと、まあ勘でもいいですけども、科学的なアプローチというのはですね、まず過去の売上データの分析を行うわけですね。何か傾向が見られるでしょうかと、例えば夏になると増えるとか、8月はすごく増えるとか、正月は売れないとかですね、ゴールデンウィークは売れないとかですね、何か 1週間で見ると月曜日がよく売れて金曜日売れないとか、まあ、なんかそんなのがあるかもしれない、そういうわけですね。そういうデータをこう分析するわけですね、観察を行うわけです。そして仮説を立てる。この売上は X と Y を変数とする、モデル M で説明できるんじゃないか。この X って例えば何かっていうと、例えばまあ、単位をまあ1つだとしたときに、その1月に、放映した CM の数が変数 X だったりですね、そういったまあマーケティングにかけたお金が X で、で Y っていうのが、まあ、なんだろう、その時の、景気の何らかの指数だとか、まあ、そういうものかもしれないし、Z が、まあ、なんか季節を表す数字、まあ、1月2月3月のその数字1とか2とか3とかかもしれないし、まあ、いろんなパラメータがあるわけですね。いろんなパラメータでその売上というのが決まるわけですね。だけど、まあ、それありとあらゆるものを考えたらキリがないので、できるだけ少ない変数で、この、商品の売上を説明するにはどうすればいいか、仮説を立てる、まあ、こういうパターンがあるからこういう数式で表せるんじゃないか、仮説立てる。そして仮説立てたら実験する。そのモデルに従って過去のデータがよく再現されるかシミュレーションをしてみるとですね、あ、よく再現してると、なったらばこれは使えるぞというふうになるわけですね、まあ、もしくはこれから、まあ、例えば2ヶ月分の売上の予測を立ててみると、でそして実際にそうなったか観測すると、でもしくはこのモデルに従えば、まあ、CM の数を、5% 増やしたら、まあ、売上は何%増えるはずだみたいな、そういう仮説ことが、まあ、分かるので、それを実証してみる、そういうことをするわけです。で評価考察するわけですね、いや今言ったのはその実験をしてその結果を評価して、このモデルは、現象をよく説明しているのかどうかということを考える。これがよく本当によく説明しているのだったら、まあ、それは仮説じゃなくて、まあ、理論とかそういったように呼ばれるようになるわけですけれども、なんちゃら理論というのはそういうものですね、さまざまな検証を乗り越えてきた仮説が、まあ、理論であるということですけれども、それは要するにいろんな評価ですね、評価が行われて生き残ったものということですね。で、いい理論が得られたらですね、計画を立てると、このモデルに従うんだから、この売上を、例えば 10% 上げたいと、で一番コストが低いプランは、このパラメータをこんだけ増やせばいい、そういったことを解析する、まあ、もしくはこの変数は、まあ、ここにこんだけお金かけてるけど、まあ、無駄だからいらないねとか、そういうことを考えるわけですね。ですね、まあ、ある何らかの問題にですね、こう、まあ、真面目というか、真面目というと怒られるんですね、科学的に、取り組むというときにはこういうプロセスが生じるはずです。別にこれも売上の話ですけども、別に何でもいいわけです、まあ、ロボット機械を作っていて、その機械をよく制御したいと、どういうモデルを使えばいいか、こういうことを考えるわけですね、例えばもうゲームを開発していて、すごくこうリアルなグラフィックやりたいと、そもそもリアルってどういうことですかと、リアルってどういうことですか、そこをよく考える。
ですね、動きがまずリアルであるということと、それから映像がリアルであるということ、まあ、両方ありますね。でそして今あの市場にあるゲームをよく観察してですね、なんかぎこちないな、なんでぎこちないだろうってことを考えるわけですよね。あ、なんかこのキャラクターの動きめっちゃぎこちないと、なんでぎこちないんだと。あ、こういう現実の現象がうまく再現されてないと。じゃあこうすればよくなるはずだ。やって実際作る。そういうことをするわけですね。まあ、どんなことをするにしてもですね、まあ、まあ、全部じゃなくても、これのどれかのプロセスというのは生じると思います。で、さて、じゃあどんな数学が必要となるかですね、現象を観察する場合には、対象の性質を表す、まあ、いろんな量ですね、これをまず計算するということが基本になるわけです。多くの場合は何らかの統計的な量になるわけですね。平均値であるとか分散であるとか、もしはもっと、踏み込んだ何かになったりするし、それから、まあ、あとはですね、パッと目で見ては見えないような量ですね。こういったものを計算する。例えば、まあ、波動現象、音声とか光とかを解析するときに、パッと見では分かんないけど周波数を見てみるとよく分かる、なんてことでよく分かるんですね。これ変換をかけるとか、まあ、そういったところで数学を使うわけですね。で、仮説ってのは、まあ、何らかの方程式になるわけです。変数 y は変数 x1、x2、x3 を使ってこういう式で表されるっていうのが、まあ、まあ、大体の仮説、まあ、理論であるわけですね。それを書かなきゃいけない、それを記述しなきゃいけない。ここで、まあ、微分であるとか、まあ、もちろん確率なんかも使う、確率モデルが使われる。実験をする場合には、まあ、すでにモデルがあるわけです。こういう方程式に現象は従うはずであるというモデルがあるわけです。それをシミュレーションすると、もしくは、微積分の手法とか、大数学の手法を使って、それを解くと、解析的に解くと、数式を変形して解いていくと、そういったことが行われる。ここでも、ね、数学の手法が必要。評価ですね。評価。実験結果は良かったかどうかですね。これを評価しなければいけない。定量的に評価するには、やっぱり何かの量を計算して評価するわけですね。いろんな基準値。なんとか基準量っていっぱいありますけども、まあ、そういうものであるとか、いろんなものを計算して評価する。ここもやっぱ統計学が必要。計画や設計を行うためには、何か最大化したい目標があるわけです。売上を最大にしたいとか、もしくはコストを最小化したいとか、計画や設計というのは最大値問題や最小値問題であることが多いですね。高校数学でやりましたね。最大値問題、最小値問題は、まあ、微積分を使ってやったりするわけです。ですね。まあ、もしくは線形計画法というものもやったことがあると思います。そういった数学の手法を使って、設計や計画立てていくということですね。はい。で、今の話の中で、あ、ここは何か質問ありますか？大丈夫ですか？すごく大きな話してますけど、大丈夫ですね。モデルっていうのがいっぱい出てきたんですけど、モデルって何かということですけども、モデルっていうのは模型のことですね。左は本物の飛行機。右は、これは JAXA のですね、風洞の中に入っている飛行機の模型です。モデルっていうのは模型のことであって、何かを調べる場合、何かを説明する場合に、その対象の性質をよく再現する模型を利用するというのは、これ非常に重要な手法であるわけですね。飛行機のなんか構造を説明するときに本物を持ってくるわけにはいかないわけですから、模型を持ってくるということになるわけですね。モデルっていうのは模型のことで、これは科学の基本的な道具。数理モデルってのは何かっていうと、今みたいに実際に、組み立ててこう作ったものじゃなくって、方程式とかで表された模型、これを数理モデルというふうに呼ぶわけです。この勉強会で、まあ、一つのテーマはこういった数理モデルを記述し解析するために必要な数学を学びましょうということですね。今ここにある方程式は非常に難しいナビエ・ストークス方程式というやつ、別にこれの授業はやらないですけども、これに出てくる偏微分とかはやりますけども、まあ、こういう方程式で表されるんですね。方程式、これは、流体の様子を記述する方程式です。空気の流れ、水の流れ、そういったものを記述する方程式ですね。でこれを、
ですね。もちろん数学的に厳密な解析を行うことも、まあ、もしかしたらできるかもしれない。この方程式は難しいです。未解決問題がいっぱい、まあ、なんですけども、まあ簡単な方程式は数学的に厳密に解けると、まあ、もしくは計算機を使ってシミュレーションというものを行うことができる。この右の絵はシミュレーションの結果ですね。コンピューターでこの方程式をの時間発展というものをバーッと解くわけです。そうするとここの部分はこのくらい、圧力が上がっているみたいなことが分かるわけですね。まあ、さっきのこういうのを作るのは、まあ、かなりお金がかかります。まあ、そもそもこの建物を作んなきゃいけないので、箱から作んなきゃいけないですから、まあまあ、箱はすでにあるとしてもこれ作んなきゃいけないですね。大変です。お金が非常にかかりますけども、こういったあのシミュレーションというのは、まあ、それに比べればまあ安い。本気でやろうとしたらあの性能のいいコンピューターが必要になるので高くなりますけども、まあ、ただまあコンピューター、まあ、いいのが一つあればまあ何でもできるわけですね。比較的安いということですね。まあ、ということで、こういうのを使うというのは重要にあのなってくるわけですね。で、まあ、さらに言えばあのおそらくここにはプログラマーの方が多いんじゃないかと思うんですけども、プログラマーの皆さんが解析したいものっていうのはあのこういうあのこういうものが作れるようなものじゃないことが多いんじゃないかと思います。あの多分そうですよね。多分そうですよね。なんかこうこっちから水を流してそこにこうポチャンと何かインク垂らしてこのインクの動きが売り上げだみたいな、そんなことしないですよね。ですよね。おそらく皆さんが必要なのは数式ですですね。こういったものを記述して解析するということが必要なの。さて、数理モデルっていうのは普遍性という性質が非常に重要です。まあ、これは数理モデルじゃなくて数学ですね。数学には知識の普遍性というものが、どういうことかっていうと、まあ、物理学とかですね、化学とか、まあ、工学とか、まあ、生物学とか、ちょっと順番とかしてましたけども、そういったものっていうのは現実の現象を説明するために、どうやってうまく説明するかっていうことを、まあ目標としてですね、理解することを目標として作られたものですが、数学っていうのは、まあ、きっかけはまあ現実の現象かもしれませんが、その後のその理論の体系っていうのは、純粋にですね、人間の思考のみによって作るわけですよね。現実の事象に依存しないで頭の中だけで作り上げた体系、これがまあ数学なわけですから、ですね、あの特定の何かに依存した体系じゃないということで、まあ、非常に普遍性が高いわけですね。一見異なる2つの現象が同じ数学の言葉で記述するというのはこれ非常によくある、ことで、ですね、まあ言論勉強会に来てきた人はよくわかるはずです。そういう話をしてきましたからね。まあでも、例えばちょっと面白い例を1個紹介するとですね、あの中学校の理科かなんかであのブラウン運動っていうのをこうやったことがあるかもしれませんね。こう流体の中にこう花粉を入れると花粉からなんか微粒子が澱粉みたいなやつとかがピッと出てですね、それがこうなんかこう乱雑に動くと、ランダムに動くと、まあ、要するに周りの液体の分子とぶつかって乱雑に動く、このブラウン運動なんていうわけですね。で、まあ、ブラウン運動の数理モデルってやっぱあるわけです。数学的なモデルっていうのは、まあ、ランダムウォークモデルというモデル、とか、あとはそれの連続版である、ウィナー仮定と呼ばれるものとか、まあ、そういうものがあるわけですね。でこれはじゃあその液体中に垂らしたその液体中の微粒子の運動を記述するモデルかと、まあ、最初はそうなんですね。最初はそうなんだけども、実はこれは金融工学の分野とか電子工学の分野なんかで使われる、要するに、商品の価格、まあ、あの金融のですね、商品の価格っていうのは、まあ、乱雑に変動しているように見えるわけですね。変動しているように見えると、でじゃその変動をどのように表現するかというところで、まあ、ブラウン運動、まあ、標準ブラウン運動とかいうものを使ったりするわけですね。で、まあ、電子工学では、まあ、いろんなノイズが乗るわけです。そこら中電波飛び交ってますから、そういうのを拾っていろんなノイズが発生するわけですけど、それがどのように発生するか、まあ、これもブラウン運動のモデルで書けると、金融工学に興味を持ってですね、あの、まあ、私昔ちょっと興味があったことがあって、あの読んだことがあるんですけど、あの確率微分方程式というものに、まあ、DZ っていう標準ブラウン運動の項みたいなのがこう必ずついていてですね、じゃあブラウン運動、その物理現象を理解してないとこの方程式は解けないのかというと、そういうわけじゃないわけです。そこが大事なところで、あの微積分とか勉強してるとですね、物理の例題っていうのはいっぱい出てくるんですけど、別に物理理解していなくても、まあ、方程式は解けると。方程式は、まあ純粋数学的なものですから解けるわけで、そういう普遍性というのは非常に重要なわけですね。
さて具体例を見てみようと、ちょっと今つまんない話が続きましたので具体例を見てみようということでですね、ここは何か質問ありますか。バネですね、バネを解析しようと、本日はですね非常に簡単な例としてですね、こうバネですね、でそれにつけられた質点の振動現象のモデルを見てみましょう。やっぱりですねこれ、まあ、実物があるといいなということでこう持ってきたんですけど、これを解析しようということですね。これになんか重りをつけるとビヨンビヨンになるわけですね。これを解析しようということですね。そんなこと興味ないですよという人がいっぱいいるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、さっきも言ったようにですね、数学っていうのはその普遍性が重要です。今からバネの解析のためにいろんな数学を紹介するんですけど、別にそれは分野が変わっても同じ数学を使うんですね。微分、積分、線形代数、確率、統計、分野が変わっても同じものを使うんです。ですからそういった手法を学ぶ時にですね、こういった、まあ、非常にシンプルな現象ですね、これシンプルですね、こういう非常にシンプルな現象をですね、よく学ぶというのは絶対に役に立ちます。例えば皆さん商品の売上の変動とかを予測したいという時にこれのですね、例えばこれが1分間に何回振動するか予測できない人がですね、多分売上の予測ができない、そういうことですね。こんな簡単なものを解析できなきゃ現実の難しい現象の解析なんかまず無理です。ですね。物理現象というのはノイズがかなり少ないですから、解析しやすい。今日はこれを取り上げます。本日は理論的なことは、まあ、分からなくてよいです。全体をざーっと見ることが目標なので、細かい話はやらなくてババババッとやります。雰囲気ですね、数学がこんなふうに使われるのかという雰囲気を感じてですね、あ、なんかかっこいい方程式がいっぱい出てきたなと、数学いっぱい勉強すればこんなのが解けてこんなシミュレーションができて楽しいなというのが、こうよし頑張って勉強しようと思っていただければ結構です。はい、ということで、バネの力、今日だけ興味を持ってください。バネに生じる力っていうのをちょっとイメージしてくださいね。バネってこれ伸ばすと引っ張る力が働くですね。伸ばせば引っ張る力が働く、これがバネですね。縮めれば押す力が働くと、押し返す力が、こう押し返す力が働くと。これおもちゃいっぱい作ってきたんで後で、ぜひいろいろ遊びますよね。変異が大きいほど力も大きいとです。これちょっと伸ばしたら、まあ、ちっちゃい力だけど大きく伸ばすとすごい大きな力が働くということですね。まあ、力の大きさは変異になんか変異に関して、まあ、なんか単醸造化になっていそうだなということが分かるですね。そして離すと振動するということですね。動きますね。いや、まあ本当は、まあ、こういうので実際実験したいんですけど、まあビデオを撮るとか大変なんで、作ってきました、ね、手軽ですね。実験してみたということですね。私結構こういうところ本当に本気でやるんで、東急ハンズでですねバネを買ってですね、で秋葉原の戦国通商でですね、荷重計を買ってですね、実際に測ってみました。これ教科書ではなんか比例するとか書いてるんだけど本当かよと、こう、まあ、やっぱり疑ってしまうのでですね、やっぱり本当に測ってみたと、自分で測れば信用できるので、これだ、これですね、荷重計にこういうのですね、バネを通して下からこう引っ張って何センチ伸ばしたらどのくらいここの荷重が出たかというのをこう測るというのをですねやってみました。これびっくりほど綺麗に直線に乗ってましたね。青いバネは柔らかいバネで、こっちの赤いバネは硬いバネなんですね。要するに、柔らかいバネの方は例えば、まあ例えばですね、16センチ伸ばすと、まあ、1キロぐらいの荷重が生じるみたいなことがこう分かるわけですけども、で硬いバネっていうのは同じ長さでもっと大きな力が生じるというわけですね。この傾きは硬さを表している、バネの硬さを表しているわけですが、実際に測ってみたら、あ、本当にこんなに直線なのかなと、びっくりですね。でここら辺はですね、さすがにちょっと伸ばしすぎてですね、変形して破壊が起きました。
バネがあのグニャンってなってもう戻らなくなるというですね、ちょっとこちらの人しか見えないんですが、こうベロンってこうバネがですねなっちゃいました。元はこういうやつ元はこういう引きバネなんですが、あまり引っ張りすぎたんでこうベロンとこうなっちゃったんですが、まあ、ここはまあ要するにその 今の考察対象は破壊ではないので、ここは今考察の対象が考察したのはここら辺ということですね。はい、観察しました。お、なんだ。さて、モデルを立てようと、仮説を立てようとね、まあ、これはもちろんすでにある法則で、これフックの法則という法則がまあすでにあります。高校の時に学んだ人もいると思います。まあ、変異が小さい時に、小さい時というのはあまり伸ばしすぎると変形して破壊が起きてしまいますからね。まあ、伸びが小さい時は、復元力ですね、復元力は、その伸びに比例すると考えて良いだろうと、まあ、このグラフですからもう考えていいだろうと、伸びの大きさに力の大きさは比例していると考えていいだろうと、まあ、ただし伸ばした時は引っ張る方向、縮めた時は伸ばす方向に力が働くので、まあ、向きとしてはマイナスであるとね、F イコールマイナス KX というふうに表せるだろう、この K をバネ定数と呼びます、ここではですね、バネの材質とか形状とかさっき言ったバネの破壊などは考えていませんので、この数式上では理論上では、伸びを無限に伸ばすことができるし、マイナスの伸びというこのマイナス無限の伸びとか、そういうふうにバネの長さはもともと有限なのに、それを突き抜けてこう反対側までの伸び縮むみたいな、そういうわけのわかんない、こともモデルの上ではどうしても入ってきますけども、でもそういうのが大事なわけです。興味がある現象を数式にするですね、興味がある現象を数式にして、で今形状がどう変わるかは興味の対象ではない、そういったものは抽象化するということですね。そうしないと、結局まあバネを本当にリアルにコンピューターの上で作ったら結局まあ何も分かってないということ、ですね、ちゃんと抽象化するということが重要ですね。でこれで、法則が出たよと。さあバネ定数の推定をしましょう。ここら辺から数学の話をしていきますけども、これ、比例するだろうと。じゃあこの K ですね、この K って一体どんな数字であるか、これはもちろん実験をして決めなきゃいけないわけですね。実験データをもとに決定しなきゃいけない。はい、どうやって決めますか。まあ、このレベルだったら鉛筆でピッてやってもいいかもしれないですが、まあまあ、かなり正確なものがこのレベルならまあ出ると思いますけども、一般にはもっと複雑な、フィッティングを行わなければいけません。今は変数が伸びの1個です。だけども、実際の世の中の現象っていうのは多変数ですから、そもそもグラフでこう見るっていうことができないわけですね。3次元以上の空間ですから、そもそもグラフに書けないことが多いので、じゃあそこでどうやってこう鉛筆で引くってできないですから、数学使うわけです。このモデルですね、この赤線のモデル、ここの異常値を外して、破壊が起きた後を外して、その手前ですね、ここの部分、これが F イコール KX というモデルで説明できると仮定をします。仮説を立てる、K を求めることを考えます。で実験データには誤差が含まれているので、その誤差が一体どのように発生するか、ここで確率の問題が生じますですね。要するにメモリを読むときに正確な値は読み取れなくってちょっとずれるわけですね。その真の値から絶対にずれるわけです。要するにまあ、せいぜいメモリの10分の1ぐらいまでしか読めないんですよね。それより細かい量は読めないですから、絶対に誤差が生じるわけです。その誤差はどう生じるのか、ここの理解がないと、まあ、解析できませんですね。確率モデルの問題が生じます。でそしてそれに基づいて統計学を使って推定するということになる。でここの部分がまあ実はすごく難しい。要するにデータ解析ですね、に興味、要するに機械学習とかそういうのに興味がある場合、ここの深い理解が必要になってきます。確率モデルですね、この深い理解がないと全然見当違いな結果を出してしまうということになります。さあちょっと、まず、理論は置いといてどうやるか、最小事情法というので、決定することができます。だから統計学の、まあ、手法の一つの紹介として今ちょっと紹介してるんですけど、別に今これを
学びというわけじゃなくて、まあ、統計学ってこんなんですよって話ですね。これの理論値、理論値がこの白い直線、理論値が白い直線で、あ、実はこれ動くこの直線をこう動くとですね、ここの、これが実験値でこれが理論値、そうそう、こことここの誤差が生じる、ね、誤差が生じると。で、誤差が生じるんですけど、その誤差ですね、実験値と理論値の誤差の2乗を足したものを考えます。で、ここの、ここの誤差のズレの2乗をこっちからこっちまでバーッと足します。足した量を考えます。これを今 E というふうに置きましょう。誤差ですね、このズレが大きいとこの絶対値ですね、これが大きいとその2乗ももちろん大きくなって、その和ももちろん大きくなるわけですから、ズレが大きいと E も大きくなるということが分かりますね。そうですね、今ここに E の値が今こちら 61.5 出てるんですけど、これがズレるとさっきの式は97とかこう128とか181とかこうどんどん増えていくわけですね。ここの2乗はどんどん足してるんです。距離が開けばどんどん大きくなっていくと。で、これの変化を見ると今 181.25 からこういって、今80 50 30 16 14 5 4 2 1 0.68 0.47、ここら辺ですね、ここら辺に最小値が 0.37、 ここら辺ですね、ここら辺だ、ここら辺に最小値があると。で、そこから先はまた距離が離れると大きくなると、こういうことを考えてフィッティングするわけですね。でもちろん今私がこう手で動かしましたけども、実際には微分法を使って計算するということになるわけですね。こういった、まあ、これは、要するにその実験値をモデルで説明する場合のパラメータを決定する非常に基本的な手法である最小値乗法と呼ばれるものになります。ここで、まあ、もちろん微分法も道具として使います。最小値を計算するには微分が必要です。これ難しいと思うかもしれませんが、これ K の二次式ですから、ね、K の二次関数ですから、実はこれは本当は微分もするまでもなく、頂点足せばおしまいですね。簡単に求めることができます。さて、まあ、こんくらいは知ってるよという人多いと思うんですけども、なかなかこれがじゃあ実際のデータ解析でじゃあ何でも最小値乗法を使えばいいかというとそういうわけじゃないんですよね。そこが難しいところです。なぜ平方はなんだろうと、これ疑問に思ったことある人結構いるんじゃないかなと思います。なんで2乗して足すんですか、別に絶対値足してもいいじゃんですね。それから別に絶対値をなんで足すんですか、かけてもいいじゃん、まあかけちゃ良くないのはまあ分かりますかね。一つ正確な値があったらゼロになっちゃいますから、もちろんかけちゃダメなんですけど、まあ、足すのはいいとして、まあ、でもなんで2乗の和なんですか。こういうことの背後に確率モデルというものが存在しているわけですね。測定値の誤差は正規分布という分布に従うというまずモデルがあるんです。確率のモデルがある。ここに真ん中にある μ っていうのがこれが真の値だとして、そこからこう実際にここが真の値で、メモリを読み取ったらここじゃなくってここの値を読んじゃったみたいなことが起きるわけですね。で、その確率がまあどのくらいの、どんな感じで分布しているかっていうのを確率分布というふうに呼ぶわけです。まあ、あるシグマという量があって、まあ、この、μ からプラマイシグマの範囲に入る確率が 68.27% であるみたいな、まあ、こういった、まあ、いろんな分布があるわけです。で、測定値の誤差は正規分布に従って生じると仮定できることが多い。で、実はこの仮定に基づくと最小値乗法を使えということになる。測定値が平均値のですね、測定値が要するにこれのここであって、測定値が真の値がここだけどそこからずれるというモデルに従って、で全ての測定の分散というのはずれ具合が等しくって、で1回1回の測定は独立であるというふうに仮定すると、さっきの測定データ、これですね、これこのデータ、このデータが出てくる確率が最大になるような K というのを考える。わかりますかね、わかりますか、どういうことか。例えば K がここら辺の値だったとします。K がこういう真の値がこれだったとします。
真の値がこれ で測定値がこれである確率ってすごく低いですよね。わかりますか？真の値からこんなにばらつくと、ここのばらつきはもうあの数パーセントの確率しか起きないみたいな感じになるわけですよね。でこれがもっとこう近づいていくと、まあ、真の値がこれで、まあ、こんくらいずれることはまあまあまああり得るかなという感じですね。わかりますか？ですね、真の値はこれなのにこんなにずれる確率は低いでしょう。こういうことを考える。測定データが得られる確率が最大となる、このデータが出てくる確率が最大となるということを考えると、実は最小値情報というものが妥当であるということの説明になるわけですね。ここの部分にエラーの異常があります。ここですね。見えます？見えませんか？これ、ここの部分に真の値からのズレの異常があって、でこれ確率なんで全部掛け算すると指数法則よりここが足し算になるんで、それが最小であればよい。わかりますかね？わかりました。すごいですね。暗算ができる人はああそういうことかと、分かっていただけたかと思います。まあもちろんこれは説明の一つであって、もちろんこれだけが根拠というわけじゃないんで、いろんな説明が可能です。こういう統計学ではこういうですね、確率モデルっていうのがまああるわけですね。でそれに対して、まあ、何らかの基準で評価をする。今回はこの測定データが得られる確率を考えているんですけど、まあ、これは誘導というもっと一般的な概念として、表される、あの説明されるんですが、こう確率モデルがまず前提としてあって、それに対して何らかの評価基準というのを定めるわけですね。そしてまあ、でそれの上に統計学というものがあるということになるわけで、問題はだからこの前提が変わればこの測定値の誤差は正規分布に従うという前提が成り立たなければ、最小値情報は見当違いのものになってしまう可能性があるということですね。でこれはまあ普通 その物理の実験ではまずまあいいんですよ、この過程は。だけどこれが要するにその、例えばまあなんか、インターネット上のなんかデータとかっていうのは、これに従わないものっていうのは多分いっぱいあるわけですよね。そうするとじゃあ最小値情報じゃダメみたいなことも起きる。例えばここのデータの種類によってこの分散が違うとかってなると、分散が違うとここの分母が違うので重み付きの二乗和を考えればいい、まあ、そういうことになる。わかりますかね？まあ、そんな感じですね。いずれにせよ大事なこと、はい、まず確率と統計の話を紹介したんですけど、観察とか実験しますね。でそれに対して評価とか、まあ、あとはモデルとの、まあ、マッチングしなきゃいけない、フィッティングしなきゃいけないという時にどうやるかということですね。統計学というのはばらつきのあるデータを分析する手法です。これはばらつきがあるデータを分析する。で、じゃあそのばらつきがどのようなモデルに従って生じるかという考察が非常に重要であるんですね。で、それからモデルの良さというのはどう考えるのか。ここも難しい問題です。さっきは測定データが得られる確率が最大であるように、考えたわけですね。測定データが得られる確率が最大、良さそうじゃんと、良さそうじゃんと思うかもしれないけども大きな落とし穴があると。例えばサイコロを10回投げて全部1が出た、この状況を最もよく説明する確率モデルは何ですか？それは 100%1 が出るサイコロ。そうですよね、そうですよね。そういうことも起きるわけですね。だからその確率に対する良い理解がないと、そういうまあ過ちというのを別に誘導がダメって話じゃないですよ。状況によってはまあそういうことも起きちゃう。見当違いなですね、解析をしないためにはですね、各種をただの公式として覚えるんじゃなくて原理を深く理解しましょうということです。ということで、統計だけじゃなくて確率の話も、この勉強会ではちゃんと、まあ、ちゃんとといっても、まあ、あるレベル以上でやります。すんごい低レベルなところでやります。さて、ということで、なんだっけ、バラの力のモデルが得られました。何の授業でしたっけ？そうですね、バラの力のモデルが得られて、K を測定することができたと。よし、K が得られたと。じゃ次どうしよう。バラにつながれた物体の運動ですね。さっき見せたように振動する力学の問題に戻りましょう。こういった現象をどう考察するのかということですね。まあ、皆さんもう物理習った方はご存知ですね。ニュートン力学というのを、まあ、例えば使う、これも一つの数理モデルです。
運動の第一法則と、外部から力が働いていないとき、この状況、どこからも力が働いていないときは、静止しているものは静止し続けると、静止し続ける。運動しているものは、その時の速度で等速直線運動をするということですね。要するに運動に、変化が起きないと、運動状態に変化が起きないということ。まあ、物理学んだ人はもう知ってますね。知ってますね。大丈夫ですね。本当かと思うかもしれませんけど、まあとりあえず、その物理の話は今日はしません。第二法則。第一法則が成り立つ座標形において、まあ、ちょっとこれは完成形といいますね。完成形において、外部から力が働くと加速度が生じる、引っ張ると引っ張った方向に速度が発生するんじゃなくて引っ張った方向に加速度が生じる、ここが、まあ、この法則の大事なところですね。引っ張った方向に加速度が生じると、まあ、動くと、まあ、大したただの、まあ、見ましょうと、ね、反対に引っ張ればブレーキがかかりますが、すぐに反対向きに動くんじゃなくて、ブレーキがかかっ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 て、止まって、で、反対側に動き出す。加速度が生じるからこういうことになるわけですね。引っ張った瞬間に速度が発生するんじゃなくて、引っ張った瞬間に加速度が生じて、それで速度が変化していくと。これがニュートン力学のモデルというわけですね。はい。そして、加速度の大きさは力の大きさに比例する。まあ、すごい大きな力で引っ張ったら、すごい大きな加速度が発生すると。発生し、で、質線の質量に反比例すると。質量がですね、大きい物体は動きにくい。大きい物体を加速、質量が大きい物体を加速するのは大変であるということですね。まあ、これもあまり意味がないんですが、質量を変えられると。10キロ。さっきと同じ力の大きさでですね、減速をかけるんですけど、まあ、なかなかさっきの10倍重たいので、まあ、なかなか減速してくれない、まあ、徐々に減速してるんですけどね。これが第2法則、そして第3法則ですね、2つの質線の間に相互に力が働くときですね、 A と B が押し合ってるとかそういう状況、それらの力は大きさが等しく逆向きであると、まあ、今回ここはあまり考察の対象外です、今回は考察の対象外ですけども、まあ、非常に重要なあの法則ですね、こういう、まあ、モデルがあるわけですね。これとさっきのモデル組み合わせればバルーンの運動が解析できる。さあ、そのためには何が必要か、まあ、力の大きさはまあ何か数値でしょうと、それから質量もまあ何か数値でしょうと、じゃあ加速度、問題はこれですね。加速度は何、ここが問題だ。加速度をどうにか記述しなきゃいけない。その前に速度の話から入りますけども、まあ、これも退屈かもしれませんがお使いください。速度は位置の時間あたりの変化率なので、変異、動いた、まあ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 、距離のようなものですね、それを時間で割れば速度になるということですね。まあそうですね、1時間で60キロ進んだら時速60キロと、これは割り、2時間で100キロ進んだら時速50キロとか割り算するわけですね。時間で割ると、まあ、ここも高校の数学でやりますね。時刻 t の位置を時刻 t によってここにあった。そこから数秒デルタ t 秒経つとここにいた。そうするとその間の変異というのはこれとこれを引き算した量であると。そうですね。ここの x 座標とここの x 座標を引き算すれば変異になる。それをこのデルタ t 時間で割れば速度になる。そうですね。ここは大丈夫ですね。質問ありますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ここがじゃあここがまあある地点だとして、時刻 t に10キロのところにいましたと、ここから10キロのところにいて、そして時刻 t プラス、まあ、1例えば1時間後に、ここから、70キロのところにいましたよ。そしたらこのデルタ t 秒の間にはここは70-10、つまり60キロ進んだわけですね。簡単なあの引き算ですね。大丈夫ですね。よろしいですか？ここの間引き算して時間で割ればいい。まあ、ここら辺はもちろんあの、来週以降詳しくお話ししますけども、今日はまあ雰囲気だけ。デルタ t を限りなくゼロに近づけると、時刻 t のその瞬間の速度が表せるですね。別にこれはあくまでここからここまでの平均的な速度であると、この式は平均的な速度であるとですね。例えば1時間で60キロ進んだという場合に本当にずっと同じ速度で進んでたわけじゃない。
ですね、速度は刻々と変化しながら、ただ平均的には時速60キロだった、そういうことになるわけですが、ここで数学を使ってですね、微積分学を使って、極限という操作を行うと、微分係数という概念で、この瞬間の速度を表すことができます。さっきの平均速度に対してデルタ t を0に近づけるという操作を行います。このように書きます。まあ、今は分からなくてもいいです。来週以降手にやります。まあ、とにかく微分が出てくるんだなということが分かってくればいいです。同様にして、まあ、問題は加速ですね。加速度は速度の時間あたりの変化率ですね。単位時間あたりにどんだけ速くなるか、これが加速度ですから、同じようなことを、時刻が分母で速度の変化が分子であるとですね。でやればよい。そうすると全く同じようにこれデルタ t を0に近づけると、まあ、上が v で下が t ですから dt 分の dv になって、で v はこれだったから v はこれだったので、これをここにポンと入れると2回微分みたいな感じで微分係数というものが登場するということで、ニュートンの第二法則を数式で方程式で表すことができます。これを運動方程式というふうに呼びます。でここでは微分係数ですね、微分係数が登場していますので d なんちゃらですね、 d なんちゃら d なんちゃらというのが登場していますので、これを微分方程式というふうに呼びます。質量が m の質点に、力 f がかかっていると、その加速度、これね加速ですね、加速度は力に比例する f に比例する、 f が大きくなれば加速度も大きくなると、そして質量に反比例すると、質量が大きくなると加速度は小さくなる、で、まあ、単位を調整すれば比例定数は1にできるので、まあ、この式で良いというふうになる、こんな感じでですね、微分方程式というものが登場しますですね。何か質問ありますか？大丈夫ですか？どっちなんだ？簡単すぎてあれなのか、難しくてあれなのか多分両方の可能性があるんですけど、大丈夫ですかね？大丈夫ですか？はい。ということで、さっきの、まあ、ここら辺から結構楽しくなってきましたね。フックの法則とがこれから力の大きさを説明します。ニュートンの力学が加速度とか質量とか力の関係を説明します。これを組み合わせると、この状況バネに、物体がつながっているという状況の方程式を得ることができます。バネがあって、ここから x 伸びてると、これは自然長ですね。バネが自然の長さ、バネが伸びてない時を0として、そこから x 伸びたら反対向きに kx 力が働くと、ね、さっきのやつに出ると、力のところにマイナス kx を入れるだけね。まあ、ちょっと移行して整理すると、こんな方程式、微分方程式というものが出てくる。これが、バネの運動の数理モデルですね。こんな感じで、今の例のようにですね、理学工学のさまざまな問題が微分方程式として表現されます。微分というのはそもそも何かというとですね、連続的に変化する状況ですね。これを記述しようとすると、必然的にもう微分係数とか、もしくは多変数だと変微分係数というものが登場し、使わざるを得ないことになるので、まあ、使わざるを得ないのは言い過ぎですが、まあ、使うというよく記述できるので、非常にさまざまな場面でこの微分方程式、現れることになります。とにかく皆さんが考えている現象が連続的だったら、まず微分方程式を使う。特にですね、線形微分方程式と呼ばれる、まあ、ここ別に今読まなくていいですよ、まあ、こんな綺麗な形のやつが非常によく出てくる。線形ってありますね、線形代数が重要である理由がここに一つあるんですけども、まあ、こういう形の方程式が非常によく出てきて、でこの方程式の解析に線形代数を使うですね。で先ほどですね、今皆さんが考えている現象が連続的だったら、まあ、微積分必要ですよって言いましたけども、不連続な現象であっても近似的に連続な現象とみなして解析するというのはよく行われることです。例えば、まあ、何らかの価格の変動ですね。価格っていうのは、まあ微産地なわけですね。微産地なわけですが、あれデータを大量に集めると、まあ、一つの大きな、まあ、連続的な、まあ、微分不可能だけど連続的な、滑らかじゃないけど連続的な曲線が現れるわけで、そういったものを解析するときに、微分を使うということになる。さて、
今まで何話したかというと、数理モデルっていうのは例えばこんな風にして微分使って書くんですよっていう話をしました。これを解くってのはどういうことだろうということですね。解いて何が分かるのかと、方程式をですね厳密に、厳密に解くことをですね、解析的に方程式を解くというふうに言います。方程式を解析的に解く、でその得られた解を解析解などというふうに呼びます。ここ分かんなくていいです、分かんなくていいんですけども、なんかこんなことをすると、これを代入するとうんちゃらかんちゃらで、うんちゃらかんちゃらで、政治の2回線形微分方程式であり、得られた2回は一時独立であるから、こういうところであの線形代数を使うんですけど、これは線形代数の用語なんですけど、まあこんな、なんかこんなことをしてなんか強いられてくる、こういうことをする。微積分を学ぶとこういう計算がまずちゃんとできるようになりますね。これは来週以降やる話です。この解き方ももちろん紹介します。これの解き方も紹介します。もちろんいろんなのを紹介します。そうするとですね、方程式解くと、あ、バネの振動はこうなるんだな、時刻 t における変異ですね、最初はこれは時刻0において伸ばす方向に速度を与えて分と離した場合ですね、そこから速度があるので上に伸びてこう振動するというふうなことが分かる。パラメータが2つあるんですけども、それは最初のどういうふうに離したかですね、どのぐらい伸ばして静かに離したのか、速度を与えて離したのか、勢いつけて離したのかですね、で変わる、こういうのを解析解というふうに呼びます。さあこれで一体何が分かったのか、例えばいろんなことが分かるんですけど、例えばこういう振動現象の重要な性質である透磁性という現象が、観測されますね。今ここのこれサインという関数で書かれてるんですけど、ここの、1回振動して元に戻る幅が 2π ルート k 分の n になる。でこれは別にその a とか φ とか未知数が入ってない、もう全部分かってる数字なんで、やっぱ定数だと、振れ幅がどんなであろうが定数で振れると、これは結構びっくりな現象、まあ、もうびっくりじゃないですね、知ってますね。これは重要なわけでない、振り子時計がなんで時計になるのかということですね。振り子時計っていうのは、近似的には今と同じ方程式で解けます。全く同じ方程式で解けますと。であれはこうどんどん振れ幅小さくなる、どうしても無限に振れ続けない、どんどん振れ幅が小さくなると、振り子ってのは。でその時に振れ幅が小さくなった時に時間が速くなったりしたら困るわけですよね。だけども振れ幅が小さくなっても時間が一定だと、周期が一定だということが、振り子時計の基本原理なわけですね。そういったただパッと目で見ただけであまりよくわからない現象が、こうやって厳密に解くことによってわかるわけですね。こういうのがやっぱ数理モデルを使うということの大事成果であるわけですね。さて今度は数値計算という話をしましょう。さっきのは微分とか積分とか、そういうのを使って解いたわけですけども、数値計算というのは、時間や位置をといった変数を離散化ですね、飛び飛びの、変数にしちゃって、ね、離散化しちゃって、で近似的に次々と各時刻の状況、各場所の状況、これを計算していくこと、この数値計算というふうに呼びます。今これ飛び飛びに、動いているわけですね。要するにある時刻の情報を使って、そこから少し進んだ時刻のやつを近似的に出すと、これを繰り返すことによって現象のシミュレーションを行う、この数値計算というふうに呼ぶわけです。で解析解とこの数値計算というのを比べるとですね、解析解に比べて離散化というのを行っている、要するに飛び飛び時刻を飛び飛びにしているので、それによる誤差が生じます。そうですね、要するにその計算機には無限の計算能力はないですから、どうしても時間とかを飛び飛びにしなきゃできない、飛び飛びにした分だけ、その飛び飛びにした間に何か起こった現象は考慮できないわけですから、誤差が生じるわけですね。でそれからあとは、これは来週話しますけども、数値演算というもので解きますですね、フローティングポイント、ダブルとかフロート型ですね、のデータ型を使って計算をしますが、
あれってのは、精度が有限ですので、計算の際に、いろいろな情報落ちが発生してしまいます。演算誤差が発生してしまいます。いろんな種類の誤差があります。まずそういう問題があるわけですね。誤差という大きな問題がある。でそれからあとは計算時間も有限であるので、コンピューターをですね、こう計算時間を大量に使えばですね、精度は上げられるわけですけれども、例えば明日のですね、天気予報をするシミュレーションが2日かかるということになるとですね、意味がないわけですよね。当たり前ですけれども、計算、時間というのはやっぱ限りがあるわけです、そこら辺のトレードオフがあるわけですね。精度を上げようと思ったら、やっぱり細かい計算が必要になってくるけども、だけどもそうすると時間が長くなると。それトレードオフとかをちゃんと理解して手法を使い分けるということが必要になってきます。そういった話を、この勉強会ではやります。微積分に加えてこういった数値計算の話を、紹介したいなと思います。それから数値計算の、いいところというのがあって、解析的に解くことがそもそもできなかったり困難である問題というのはいっぱいあるわけです。要するに変数が大量にあると解析的に解くのがまず、困難であるというのがよくある状況ですね。変数が1万個あると、 X1 から X1 万まで変数があると、その方程式を解きなさいっていうところは、ちょっとかなり大変であるとですね。そういった状況でも数値計算は利用できるし、もう原理的に解けない問題ってやっぱりあるわけですね。原理的に微積分とかを使って解けないというものは数値計算に頼るということになる。さて、数値計算というのをちょっとやってみましょう。さっきから動いてたやつは全部そうなんですけど、バネ定数を両方1、これはこいつの硬さ1、こいつの質量1、デルタ T は 0.1 秒として、ここでいろんな指標があるんですけど、古典的ルンゲクッタ法という、安直ですが、そういう方法で、積分法でですね、計算してみましたと。さっきの解析解と同じものが出てくるかなということですね。やっぱ出てくる。これはですね、でもこれは、ね、雑にやると出てこない。雑な積分法を使うとこれがどんどん振幅が無限になって戻ってこなくなるとか、戻ってはくるんだけど振幅がどんどん大きくなっちゃうとか、そういう現象が起きますね。もちろんですね、どんどん小さくなるとか、本来ない現象が出てきてしまうということが起きますね。だからこれはやっぱり難しいところで、なんか現象を解析したときに本来はないものをあると判断してしまう場合って実は結構あるわけですね。そういう判断っていうのは、深い理解がないとですね、なかなかできないことになりますですね。で、当時性も確認しましょうね。今これ振幅がなんかここら辺までですけど、ちょっとこれもっと伸ばしてやっても、やっぱり同じ時間で揺れる、同じ周期で揺れると、もっとこのくらいすごく小さくしてもやっぱり揺れる時間が同じですね。同じ時間で揺れると。でこの場合は、どのくらいで揺れるんですか。1と1ですから、2倍ですね。周期2倍ですので 3.14 秒ぐらいで揺れてる。1,2 とか多分3点そのくらいで揺れているはずですですね。さて、ここら辺まではもう高校でやってよと分かるよという人も多いでしょうね。今微積分の話をしたんで、次は線形代数の話をします。でそのために連星バネってやっぱ格好の題材なので、興味ないかもしれませんが紹介します。連星バネ、質性を2つにしてみましょう。何かパターン見えますか。2つ、これ全部同じ重さで、バネの硬さも同じですね。全部1です。バネ定数1、質量1、別にこれ変えたかったらこうやクククククと持ち帰られるんで変えてもいいです。何かこんなパターンが出てきますね。何か見えますかね。見えた人どうぞ。恥ずかしくとするとなんか、はい、こっちの2つの線を恥ずかしくマイクがあったのに、ごめんなさい。
勘違いで、足すか引くかすると、なんかこう、同じになるとか、そういうのなのかなと思ったんですけど、うんうん、そうですね、正解。あ、正解ですか。足すか引くっていうとか正解ですね。まあ、これ その理由を今から説明していて、その後またもう一度これを見ると、これがもっとよく見えるようになるはずですね。まあ、このぐらいだったら、まあ、なんか見りゃ分かる。このぐらいだったら、なんか、こういう、なんか大きな振動がなんかありそうだと。なんか大きなパターンがある。なんかこう大きな波があって、でなんか細かい、これ、なんかこうどんどん入れ替わる、こういう細かい波があるという感じですね。なんか大きな変動と小さな変動がなんか見られる。3つだと。3つだとどうか。やっぱこのくらいになると、目視は辛くなってくるんですよね。目視で分かるかな？分からないかもしれないですね。ここに大きな波が1個。大きな波があって、細かい波があと実は2つ、まあ、見えてくる。でもまあ目視辛いですね。こうやって4つにしましょうと。見えないですね、これ。まあ大きな波だけは見えると。なんか大きなパターンはちょっともうちょっと見やすく。大きな波のパターン見えるかな。こういう大きななんか周、まあ、ここからここまでみたいな大きななんか周期みたいなのが見えるかもしれませんね。まあただそれぞれの動きはかなり乱雑でよくわからない。なんか大きななこのオレンジはなんかここが大きかったと思ったらここは小さくなってなんかまた大きくなって、結構乱雑であるとよくわからないですね。よくわからないものをわかるようにすると少し数学ですね。数学的に解析しようと。N個つないだ。N 個つないで、間に N プラス1個バネが入っていると。つながれているとしよう。まあ、こんな状況。まあ、もちろんこっち側にもつながっている。こっち側にもつながっている。この間にはバネがあると。そうすると、この真ん中にある物体は、まあ、この両方のバネにから力を受ける。まあ、両方から、まあ、引かれるか押されるかはもちろん変わりますけども、まあ、いずれにせよ、2つのバネから力を受けると。で、フックの法則より、この力の大きさは、ここのバネが伸びた長さに比例する。ですね。このバネの伸びに比例しますと。こっち側が基準に1から XI プラス1だけ。あ、こっち側が XI プラス1だけ動いて、こっち側が XI 動いたならば、これを引き算したのが、まあ、伸びですね。になると。こんな感じ。こっち側も同じように、こっち側が伸びた分から、こっち側の縮んだ分を引けば、トータルの伸びになるとです、ね。ですね。伸びた分から縮んだ分を引けば、こいつのバネの伸びになる。ですね。こうなる。で、まあ、これを足し算する。こっち側とこっち側も向きが反対なので、マイナスつけて足し算すると、なんかこんなやつが出てくると。これが I 番目の点の力。力。点に働く力。したがって、これが N 個あるとこうなる。ダラララッとこう、これが N 個出てくるわけですね。ですね。これを工夫せずに解くのは大変でしょう。ですね。これが例えば N が100の時に、どうやって解くんだということになる。そこでベクトルとか行列が出てくるわけですね。今の方程式はやっぱここもあまり意味は分かんないかもしれないけど、さっきの N 個の変数をバッと1個にまとめて、こっち側をさっきの式を、行列というものとベクトルというもので表したと。でこれはどう計算するかというと、この列にバババーとかけたのがこことイコールだというふうな、まあ、ものになります。こうやってベクトルとか行列っていうのを もう使わないとどうしようもないという状況になるんですよね。だからまあ線形代数重要なわけです。で結局、このベクトルを x でこの行列を a と置けば、まあ、あとまたこれ定数も行列に入れちゃえば、もうこんなシンプルな方程式になっちゃって、これを解く方法さえ知ってれば、同じ形のやつはみんな解けちゃうと。変数の数が何個でも同じ解き方で解けるということになりますね。でここの数字のパターンがどうであろうが、まあ解けるということになります。ですね。問題が、こう、n 個の連立微分方程式という複雑な問題が1個の方程式ということで抽象化されて、ここで変数の数とか係数、こういうのが抽象化されて、あとこれだけ解けばみんな使えるということになるんですね。こういうところで線形代数というのが生じます。
まあ、今は、線形代数のうちベクトル行列というところの話ですけども、なんで線形代数を学ばなきゃならないかというと、現実に生じる問題のほとんどは多変数の現象、要因がたくさんあるということですね。多変数である。で特に多変数の方程式ってもちろんものすごいバリエーションがありますよね。無限にありますけども、特に、連立一次方程式、一次式で書けるやつです。なんちゃら倍 x たすなんとか倍 y たすなんとか倍 z プラスというやつですね。一次式ですね。一次方程式っていうのはベクトルと行列で記述することができて、理論的に非常に扱いやすいため重要で、今の連星バネの問題はもうそのまま自然に一次式で表すことができたんですけども、そうじゃない場合ですね、まあ、モデル上は一次式じゃないという場合も、近似的に一次式で表すことができるので、非常に幅広く、利用されます。ここら辺は要するにその近似の理論もこれも微積分学で学びますね。いわゆるテーラー展開というものができる、時には近似ができると、時にはってのはちょっと違うね、テーラー展開といったもので、一次式で近似されることの、まあ、根拠というのが説明できる。でこういう近似でも微積分学です。で今のはあくまでこの現実を説明するモデルですね。モデルを記述するのに多変数だからベクトル行列いるよっていうのが、これが今の話ですね。だから線形代数必要だよって話してたんですけど、特に皆さんにとっては他にも重要なベクトルっていうのがあって、それはデータですね。計算機で扱うデータっていうのは、まず配列っていうのはベクトルである、ね。データが N 個が集まったら N 次元ベクトルである。ね、これは別にモデルを表すデータじゃなくて、単純にインプットアウトプットのデータなわけですけども、これもベクトルである。ちょっと例を紹介しますね。例えば画像の識別の問題なんていうのは、まあ、興味がある人は結構多いと思うんですけどですね、例えば30ピクセル ×30 ピクセル、まあ、これかなり小さい画像ですけど、まあ、モノクロ画像を考えましょう。この画像は900個の数値で表されます。そうですね、900ピクセルですから、トータル。そうですね、900ピクセルで、ここのピクセルは、グレースケールがこのくらいだと、ですね、グレースケールでこのくらい、900個の数値で表されますが、これは要するに900次元空間の1個の点がこの画像だというふうに見なせるわけです。そうですね、こんな形でベクトル空間というものが、データを、置く空間として登場します。さっきとはまた違う使い方になります。でこういう、まあ、例えば30ピクセル ×30 ピクセルの画像を大量に集めましょう。大量に集めると900次元空間に点がポツ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 とこうプロットされていく、まあ、イメージは難しいですね。まあ、ですよ、まあこれはあくまで数学の世界で実際に書けるもんじゃないですけど、まあ、いずれにせよ900次元空間に点がポツ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 並んでいくと、プロットされていく。で、まあ、少しの点じゃ分かんないけど、これをまあ100万ぐらい集めるとですね、なんかパターンが見えてくる。その900次元空間の、まあ、なんかある、図形の表面上に並んでるとかですね、そういうことが分かる。分かるね。画像認識の場合って結局そういうことですね。高次元の空間、すごい高次元の空間に点がポツ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 があって、それが大量に集まると何かパターンが出てくるというわけですね。そのパターンを、的確に説明する、まあ、モデルっていうのを、頑張って探すというわけです。まあ、例えばこの900次元空間を例えば、まあ、数十次元にどう減らすか、そういうことを考えるわけですね。何話したかったかっていうと、こういうこんな物理現象とかは私使いませんという人ですね、いると思います。こんな場面とかは別に生きてて実験しませんしとかいう人いると思うんですけど、おそらく皆さんにとってはこっちの方がよくあるパターンだと思います。こんな形で、ベクトルですね、使う必要があって、そしてこの画像に対する変換は行列で書かれるということになる。はい。で連星バネの問題に戻りましょう。簡単のためにですね、質点は2個だけ、K と M を1
質量は1、硬さも1としましょう。解くべき方程式はさっきのあれに従うとこんな式になると、まあ、こんな感じになります。でさっき足したり引いたりという話がありました。足したり引いたりしてみます。ちょっと甘くない的なんですが、2つの方程式を足してルートに割ってみましょう。こうなります。これとこれ足して、これとこれ足して x1 足す x2、 x1 足す x2 でルート2で割ると。で、これとこれ足してマイナス x1、 これとこれ足してマイナス x2 なんで、マイナスをくくり出すと x1 足す x2 でルート2で割るとこうなるとこうですね。というように今度は引き算してルート2で割ってみるとこうなる。マイナス3という係数が出てきてこうなるね。なんか同じ形がこことここに出てきてますから、これを x1 と置いてみよう、ここを x1 と置いてみよう、ここを x2 と置いてみよう。そうするとさっきの連成版の方程式がこんな方程式になる。何が変わったか、こっち側は x1 の加速度、 x1 の、加速度というのは x1 と x2 2つの変数から得られる。こっち側は、ラージ X1 の加速度が、ラージ X1 から得られる。ラージ X2 の加速度が、ラージ X2 から得られる。いいですね。この2つの方程式は独立しています。左側の方程式は X1 と X2 が絡み合っているわけだけど、こっち側では独立しています。このような、これ座標変換ですね。座標変換を施すことによって、連成バネ、こう2つのバネが相互作用する連成バネの運動が2つの別々のバネになった、2つの独立したバネの運動に分解された。これ非常に面白い現象ですね。ここは高校数学でやらないかもしれない。ここら辺は大学数学でやるはずです。非常に楽しい、最初のうちでは楽しいですね。なんでルート2で割ったかっていうのは、お気づきの方もいると思います。これは45度回転を表しているわけですが、そこら辺のお話は線形代数でやりましょう。今ここでやったなんか面白いことが起きたと。2つの X1 と X2 が入り混じってたものが、2つの独立なものになっちゃったという、面白いことが起きたわけですね。つながってたバネがつながってないバネになった。これの線形代数の分野で固有値、固有ベクトル、固有空間という言葉を使って説明できます。今の現象は線形代数学で説明できて、元の二次元空間、要するに X1 と X2 2つデータがありますから、二次元空間の点なわけですけども、その空間をこの行列、この行列というのは何の行列かというと、ここの係数ですね。マイナス2、1、1、マイナス2という係数があるんですけども、それをマイナス取って2、マイナス1、マイナス1、2というふうにしたんですけども、これに関する、固有空間と呼ばれるもの、行列があるとそれに対応する固有空間というものがあるんですけども、2次元の空間を2つの1次元の固有空間に分解したというふうに説明することができる。これ非常に面白い現象だと。もともと2次元だったものを2つの1次元の別々な空間に分けたと、独立した空間に分けちゃったと。こういうのが、固有値解析なんていうふうに呼ばれる、線形代数の重要な手法になります。今の話ですよ。2次元の空間が1次元の2つのやつになったと。さっきの画像解析に応用したら何が起きるかな。900次元の空間が複数のもっと低次元の空間に分かれると。でその個々の、空間が何かの分類を表しているんじゃないかと、これは主成分分析というふうに呼ばれる手法の一つですけども、今物理の例を紹介しましたけども、このような解析が必要になる場面は非常にたくさんあるわけです。皆さん数学で相手にしなきゃいけないのは何かの空間なわけですね。この空間をこう切り分けていくということは非常に重要な手法になるわけです。なんか1とか3みたいな数値が出てきたんですけど、ここが係数が1。ここの係数が3とか、こういう数値が今出てきたんですけど、こういうのは固有値というふうに概念で説明されて、そして変換を行った時にここの係数ですね、この出てきた係数、これは固有ベクトルなんていうふうに
呼ばれます。こういったものを使って、線形、まあ、ベクトル空間という空間をこう解析していくと、空間を切り分けていくということを行うことになります。でここは、まあ、あのデータ解析なんかでは非常に重要なところになるので、ここの部分でもうちょっとあの、ジョルダン標準形とかそういったもの一般固有空間とかそういう話を、はやっておこうかなと、あと特異値分解かな、やっておこうかなというふうに、思います。はい、あ、なんだっけ、もうさっき話したよね、要するにデータの特徴が分かりやすくなるように座標変換をすると、それから高次元の空間を独立な低次元の空間に分解しちゃうと、低次元の空間の直積と呼ばれるものに分けちゃう、これ非常に重要なあの手法である、で非常に重要な考え方であると、これを線形代数から学ぶことができます。これはやっぱりぜひあの理解したいところかなと思います。ところで今時間はあそんなことですね。もう一度見てもらおうと思いますね、はい、さっきよりよくデータが見えるようになりましたでしょうか。あんま変わらないですかね。さっきの解析によればこれとこれのこれのズレとこれのズレを足して、ルート2、まあ、ルート2でもあるのはどうでもいいんで、これとこれを足したやつが、足したやつがまず振動になると、これとこれ足したやつっていうのが、まあ、つまりここの、まあ、真ん中辺のこう追っかけるみたいですね、この、真ん中辺がなんか大きなこう振動をして、こういう大きな振動が一つ、それを見てみましょう。これをうまい具合にこうするとですね、こうタイミングをちょっとお待ちください。あ、これでいけるかな。こうしてパッ、まあなんか、うん、まあ小さい周波数が、まあ、ちょっと小さくなって、大きなこっちが強調されましたね。まあなんかこういうパターンがまずある、こういうパターンがまずある。でそれとこういう、まあ、こうあの下に書いてますけど、周期が大体 6.28秒ぐらいのものがある。でそれからこうしてこうしてはっ、ちょっと微妙、この間隔がこう伸び縮みする振動というのが2つ目の振動であると、この2つの間隔がこう変わるという振動ですね。感覚の伸び縮みですね。全体的に左右に動く大きな揺れと2つの質線の間が伸縮する振動で、こっちはだいたい 3.63 秒ぐらいで起きてるんですけど、この2つが合成されたものだったということが分かる、先ほどよりもおそらくデータがよく見えるようになります。こういうまあ解析ってやっぱ重要ですよね。さっきよりもまだこの振動のパターンというのが全体的に左右に行くパターン、まず大きなパターンがあって、でここの間がこう伸び縮みするのがもう一つあるんだと。これはまあ下に書いてあるんですけど、こういう位置とかこういうベクトルとかそういった概念で説明されるわけですね。でそしたらまあじゃあなんかあのまあなんかこういうバネがたくさんつながったけあのじゃあものでなんかこう、動かした時にですね、要するにその、この周波数だけ増幅したいとか、この周波数はいらないとか、そういうことを考えるといろんなことができるわけです。ですね。この周波数はいらない。いらないから抵抗力を入れて消しちゃうけど、この周波数だけ欲しいから、そこは外から振動を与えると。その振動だけ取り出すみたいな、ある特定の振動だけ取り出すみたいなことができて、まあ、例えば、まあ、こういうのはよく使われて、まあ、例えば、まあ、電波なんかですね、電波をこうアンテナで受信するときなんていうのはこういう現象をしているわけです。要するに いろんな電波が飛び交っているわけですね。世の中いろんな電波が飛び交っていて、それがアンテナ上で重なり合ってすごく複雑な振動になっているわけです。すごく複雑な振動になっているんだけど、そのうちのこれだけ欲しいっていうやつだけ取り出すためにそれ以外が消えるように抵抗力をうまく入れてゴニョゴニョすると消える、あの欲しいやつだけ出てくるみたいなことができるわけで、それはまあこういうあの数理目的の背景にあ、ちゃんと計算できるわけですね。まあ面白いなと言っていただけいいですけどね。あ、
ちなみにこれはですね、下の基準深度とかちゃんと自動で計算しますのでぜひお試しください。あ、今ちょっと今ここがマウスが反応しなくなってしまいました。あれ、なんてだろう。まだ揺れ出す前ですよ。揺れ出す前ですが、周期が 11.8 秒の振動と 4.32 秒の振動があるということがあるらしいですね。今こっちを5キログラムにして、こっちを1キログラムにしたんですけど、本当ですかね。ちょっとやってみましょう。そうですね。まあ大体、まあ、大体、まあ、ここが頂点かな。まあ大体29秒ぐらいからこう山が来て、こう来て、こう来て、40秒ぐらいで終わる。40-29は11.8秒ですね。綺麗に出てますね。数理モデルを知ってるから動かす前に予測ができるわけです。そうですよね。もう1個は 4.8 秒ぐらい、4.32 秒。まあそうかな。ここの行って帰ってっていうのが大体ここの幅が2だから、まあ、大体4秒ちょいぐらいですね。確かにそうなってると。ということですね。数理モデル理論があれば予測ができるわけですよね。ですね。皆さん興味ある現象のモデルをどうにか得るか、まあ本から得るかして、そうすれば予測ができるわけですね。これ非常に重要です。はい、ということで以上でですね、まだ終わりないんですが、微積分学、線形代数学、確率統計学が一体どのようなことを記述して調べるために利用されるのか、まあ、漠然とイメージできたんじゃないかなと思います。微積分学というのは連続的に変化する状況、例えば加速度のようなもの、そういったものを記述するために必要であるとですね。連続的な変化を記述するために必要であると。で、線形代数というのは多変数ですね。多くの変数が、関係する現象で必要になってくるということですね。で、線形空間、ベクトル空間の分解なんかでも使うと。それから確率統計学っていうのは、何かの評価を行う場合ですね。評価とかそういったものを行う場合には、前提として確率モデルというものをまず考えなきゃいけなくって、それに基づいて何らかの評価を統計学的に行うですね。そういったことを、まあ、そういったことは大体どんなことをやっても必要ない手順なわけですね。なので、これらは、まあ、大学必修となっているし、まあ、勉強する価値がある学問、数学だと言えます。ただですね、ちょっとまだ、まあ、まだつまんないなと思うかもしれないので、もう少し見てみましょう。ここから先はもう別に数学なしじゃないんですけど、100点。数値シミュレーションのいいのはこういうのですね。さっきとはちょっとグラフが変わっていて、ここに今100個点が、まあ、点というかなんか線ですけど、100個並んでいてですね。で、これさっきは時間のグラフでしたけど、そうじゃなくて、これはここの、この点が右に動いたか左に動いたかを100点分表しています。各点の変異を、ですね、横は質点の位置で高かったが変異ですね。一番目の質点はどっちに動いたみたいな、そういうのを表しているわけですが、さあ、ここの質点をちょっと動かしてみましょうか。こんなことが起きる。波動という現象ですね。さっきの方程式から何もいじってないんですよ。何もいじってない。プログラムの N を100にしただけ、基本的には、まあ、それ以外グラフとかいろいろいじりましたけど、基本的に計算部分は N をイコール100にして、さっき3だ2だったのも100にしただけです。何も変わってないですプログラムは。だけども、さっきまではあまり見えなかったかもしれませんが、波動という現象が現れました。これ本当に波動になっていてですね、例えばこっち側もこう揺らしてみると、すり抜け2つの波動がぶつかってすり抜ける、という現象が、あんなシンプルなフックの法則とニュートン力学、あれだけですね。力が KX だ、本質的にはあれだけですね。あれでこんなに綺麗に出てくるとですね。これはやっぱ数値シミュレーションの面白いところですよね。まあ、あとはやっぱ物事のスケールってやっぱり重要で、こうスケールを大きくしてみると、見えなかった現象が見えるというのがあるわけでね。こういうのは非常に重要になってきます。ちょっと遊びでですね、右半分だけ硬いバネだった。ここから先だけ硬くしました。ここから先だけ硬い。
何が起きますか、想像できますか。まあでももう分かるかな。振動の周期は 2π ルート m k 分の m、 2π ルート k 分の m、 これが振動の周期。硬いと k が大きいんだから周期が短い、振動が速くない。硬いとこは振動が速いとですね。柔らかいのはビヨンビヨンの振動ですけど、硬いのはガガガガガガと振動する。そうすると何が起きますか。もちろん分かりますね。スピードが速くなる、波動の速度が速くなる。そうそう、それ重要ですね。よくぞ見てくれました。素晴らしいですね。あの不連続面があると反射が起きるという現象がきれいに現れている。ここに不連続面がある。不連続面があるとこっちが速くなってここで反射波が起きる。要するにその実こう連続的に硬くするとこの反射は起きないのかもしれないですね。連続的に硬くすると反射しないんだけど、不連続に硬くすると反射が起きるんですね。こういうまあいろんな現象がきれいにこう出ています。まあ、他にもいろんなあの、まあ、あのお遊びができると思いますけども、まあ、こういうあの結局何も変えてないんです。モデルは変えてない。数理モデルはさっきのやつと同じ。ただ、数を増やしただけでこういうのが見えるようになるわけですね。だからこう非常にシンプルなモデルが複雑な現象を説明するという、まあ、面白さが あります。逆に言えばあまりあの、なんか自分が考えている問題はすごく難しい問題だから数学やっても分かんないかななんて思う人はなくて、意外に簡単なモデルで難しいものが説明できちゃったりするので、ぜひですねこう数学身につけてですね数学的な解析をやっていただきたい。でそれからあとはちなみになんで波動が起きるのかっていうのをちゃんと数学的に言えてですね、さっきの連星バリューの方程式で質線の数を無限個にするという極限操作を行います。そうするとですね、波動方程式と呼ばれる偏微分方程式が現れます。まあ、これも、勉強会で、解き方紹介しますけれども、極限数を増やすと波動方程式になるんだっていうことから、波動現象が現れるということが説明される。まあ、これ今これを見ても分かんないと思いますけども、勉強を進めればこれが確かに波動の方程式であるということが分かるようになると思います。もう一個、数理モデルの普遍性ですね。まあ、最初から言ったけども、ある K がですね安定状態からずれた時に元に戻る力が働いて、でそれだけじゃなくて慣性が存在する。慣性っていうのはその運動状態を維持しようとする力ですね。これが存在するとずれが十分小さい時には全く同じような方程式で記述することができます。だから今場面っていうのを考えていたわけですけども、例えば、振り子ですね。振り子なんていうのもあれは、振れ幅が小さい時には、近似を行って、全く同じ方程式で解析することができますし、例えば水に浮かんでいる船の揺れとかね、地震であるとかですね、まあ、水面の波であるとか、もちろん、まあ、これはですね水面の波とかになってくるとさすがに近似が効かなくなるので、そんな簡単じゃないんですけど、まあ、例えば安定状態からちょっとでもずれたら戻ろうとする力が働くという時にこう振動という現象が現れますね。もしかしたら、これは物理現象と関係ないところでもあるかもしれない。例えば、皆さん例えばなんかトレーディングをしてると、株式投資をしてると思いましょう。なんかこの、私株とか分かんないですけどね、この商品今上り調子だと、こいつ価格が上がってるぞ、よしこの先もどんどん上るぞ、よし買おうってなると、そうすると、たくさんの人が買うと価格が上がるですね、株価が上がると。でもあんまり上がりすぎると、よしそろそろ売って利益に変えようと、そろそろ売っちゃおうと思うとですね、離れれば離れるほどそういう圧力が大きくなると、そろそろ売りましょうと、こんくらい上がったから十分だで売ろうとすると、あるところから下降に生じて、この株価が下がり出すと。そうすると、あやべえ、これこの先このままやったら損が出ちゃうぞと、損が出る前に売り切らなきゃと思って、みんな一生懸命こう売り出すと、その株価の下落がどんどん加速してですね、こうどんどん下がっていくと。
で、まあ、十分下がるとですね、まあ、もう下が十分下がったからそろそろまた上がるかな、よしここが底値だ買おうってですね、今度また上がりますと、まあ多分こんなシンプルじゃないんですよ、こんなシンプルじゃないんですけど、おそらくそういう現象がやっぱりあると思いますね。でそれに基本的にはこういうシンプルな方程式に、まあ、何か項を追加するとか、何か、まあちょっとした変形を行うことによってそういう現象が説明できるということは、まあ、おそらくあるはずですね。だからもう物理現象だから関係ないとかそういうふうに思わなくて、この方程式ですね、方程式は普遍的であるからこういうものの解き方を学ぶということが重要ですね。それから、まあ、普遍性の例としてこう面白いあのシミュレーションをやってみましょう。非常に簡単な例としてですね、こうなんかこれ、まあ、何でもいいです、まあ、なんかコンクリートでも何でもいいですけども、こう物体がこうあると、でこれに、まあ、とりあえず話を簡単にするのに先端にずれるとずりっとずれちゃう変形をかけた状況を考えましょう。でこの物体に、まあ弾性力という、まあ、その元に戻る力がもしあるならば、あコンクリートはどうなんですかね、まあまあ木とかは確実にそうですけどね、あの、まあ、多分コンクリートとかも微小だったら多分元に戻るので、ここからずりっとこうずれちゃうと元に戻ろうとする力が働くですね。でこの元に戻ろうとする力は、まあ、ここの X が大きければ大きいだろうと、ある程度のところまでは X が大きければ F も大きいだろうと考えることができます。そうすると X が小さいときは、まあ、テイラー展開をして近似をすると F イコール KX という、さっきのフックの法則と全く同じ、式で表すことができますね。まあもちろん近似ですけどね。これをまあ N 個積み重ねれば実は原生までと全く同じ方程式になります。まあ、まあ、やりたかったのはこれなんですけどね、 あれを N 個積み上げた、これ30個積み上げたの、あの四角を積み上げたのと、こっち10個積み上げたやつで、こちら側に地面が動いてます。地面がこうすごいゆっくり動いてます。こうゆっくり動いてます。こうゆっくりですね。で材質は全く同じですね。パラメータは全く同じ2つの、まあ、ビルのようなものを今揺らしている、まあ、地震だと思えばとりあえずいいです。面白いですね。なんか最近テレビでよく出てるので、作ろうと思ったんですけど、なんかあのすごいゆっくりした振動が起きると高層ビルがやばいというのがなんか時々テレビでやってますね。なんかまあそうかと思って、まあ、ちょっと作ってみたんですけど、なんかそうですね、明らかにズレがこっちより大きいですね。ここの元の位置からのズレがかなり大きいですね。こっち側は、まあ、このくらいしかズレないということですね。なんでこんなことが起きるんだろうか、いろんなことが、まあ、いろんな説明ができるでしょうけども、結局ここからここの部分がガッと動くとこっちからこっちに向かって波動が伝わるんです。さっきの波動の話をしましたけども、ここからこっちに波動が伝わるんです。ここの変異が徐々にこっちにバーッとつながるという波動が起きているわけです。ですね。で、低いビルと高いビルは波動の伝わる時間が違うわけですね。ここがちょうど、まあ、ちょうどここがちょうどこういうカーブになった時に反対側に動き出すとですね、最大になる、まあ、大きくなっちゃうわけですね。まあ、共鳴という現象でね、共鳴という現象が起きると、まあ、揺れるわけだけど、ちっちゃいのは揺れないということですね。まあ、でこれ実はその、まあ本当結果をきれいに見せるために抵抗力っていうのをちょっと追加してはいるんですが、プログラム のメインの部分はほとんど同じです。ほとんど同じですね。違うのはここの上の端っこと下の端っこの処理だけが違くって、あとは全部同じ方程式で解いています。要するにバネっていうのはシンプルだけども、こういうそれをこうその延長上にですね、こういう複雑なモデルというのが、ね、基礎が大切ですよという何か何を、まあ、先生みたいなことを言ってますが、今はですね、1次元方向の変形しか考えませんでしたけども、3次元方向の変形を考えるにモデルを拡張することがもちろん簡単にできます。そうすると、まあ、変形と応力という関係をですね、解析する、まあ、構造力学という学問につながるわけですから、まずはやっぱこうシンプルなモデルをちゃんと理解するということが重要かなと、思いますね。だからやっぱりいきなり、ね、
で機械学習の勉強なんかしてたんですよ、まずは線形代数とかちゃんとやって基礎的な考え方を理解した上で読むとより理解が深まる、わけですね。ということで、この勉強会ではそういう基礎をやりましょうということですね。はい、ちょうど9時じゃなかった、15分余りました。本日のまとめ、現実の問題にですね、数学を使ってどのようにアプローチするのか、大体、なんとなく雰囲気が見えてきたんじゃないかなと思います。データを観測して統計学を使ってモデルを決めて、それを使って実験をして、なんか予測とか問題を解くと、ね、その時に微分とか線形代数とかも使う、そういうのがなんとなく見えたかなと思います。はい、次回予告ですけども、次回からですね、今日は雰囲気だけ話ですけども、具体的なですね、数学の理論を学んでいきます。まずは微積分学をやって、その後線形代数学をやって、その後確率統計学という順番に進めていきたいと思います。で次回はですね、まず微積分学に入る前に不動小数点数と演算誤差の話を、したいと思います。それからですね、その後極限微分偏微分、できるところまで、解説をしたいと思います。すいません、ちょっと時間がもうちょっとかかるかなと思ったんですが、予定より少し早かったんですが、何か質問ありますか。例えば私こんな分野やってるんだけど、この勉強会生きて意味があるかとか、そういう質問ありますか。答えられる範囲で答えます。質問ないですかね。よろしいですか。じゃあ今日は早いんですけども、このくらいで、終わりたいと思います。で来週ですけども、次回来る人はですね、次回は不動小数点数の話をするんで、でもここだとパソコン開くの大変かな、あると面白いかもしれないなということですね。そうですね、それくらいか、それくらいですね。あとは別に何も用意は言いませんので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。それじゃあ、今日は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ではこれで終了です。出口なんですけれども、入ってきたら正面の入り口は使えないので、こちらの奥の方の出口から出てください。一旦フロアに出て、エレベーターの前に出てもらって、それから奥の方に、どっちからでも出れますんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。